どうもどうも、人生お先真っ暗です。そしてこれが100万円です。はい、本日は2024年2月10日でして、週刊少年ジャンプ15号、ジャンプショートフロンティア読み切り、今日の魔女たちは、朝日夜先生の今日の魔女たちはの感想です。一言で言ってしまうと、陽キャの魔女と陰キャの魔女が、陰キャの魔女の転校生がイチャイチャする話です。それ以上でもそれ以下でもないと思います。魔女といえば、今現在ウィッチウォッチが連載中ですが、まあ、それをイメージしたりしたんですけど、まあ、特に切り口は違うという感じで、まあ、日常系コメディという感じでしょうか。大きな山があったりとか敵が出てきたりとか、悲しいシーンがあるわけでもなく、平和に平和に平和に終わっていく感じでした。一つ、シリアスな部分があるとするならば、一つシリアスなシーンがあるとすれば、転校生の陰キャな感じの魔女の方が、今まで魔女ということで、辛い目にあったことがあったんだろうと思わせる部分があったんですけど、転校先のクラスメイトたちはみんないいやつで、コミュ力も高くて、新しい学校で、いい人たちに出会えたという感じです。果たしてどのような辛いことがあったのかとかいうのは、15ページの中で描かれてないんですけど、まあ、あんまり雰囲気が暗くならないように最小限で描いたという感じになってました。こういうその読んでて、ストレスが少なくなんだかいい気持ちになるタイプの漫画というのが、最近増えてきてる気がするんですけど、私は結構15ページで心にざっくりと、忘れられない思い出が、刻まれる系のジャンプショートフロンティアも好きだったりするので、まあもっと攻めてほしかったなって思う部分もあったりしました。でもまあこの穏やかな雰囲気が今求められてるのかなとも思ったりもします。以上です。それではまたお会いしましょう。さようなら、さようなら、さようなら。